皮かとパン、体はパンパン、持ちだこしっかりです。は、本日はですね、こちら、100キロ女子はグレールの服が着れるのか着れないのか検証です。イエーイ、おって。安くて可愛いお洋服多いと若者に人気のグレールなんでございますけれども、まあそんな中ね、こうプラスサイズのブランドではないので、なかなかこのぽっちゃりされてる、ぽっちゃりを超えた領域、はい、おデブが着れる服っていうのがね、なかなかないんですみたいなあるんですけど、私の動画ではそんなグレールで着れる服があるのかを検証するというね、動画となっております。はい、よりすぐりのこれは着れるんじゃないかという商品を何点か注文しましたので、それを実際に100キロの持ち田が来まして、着れるのかどうかを皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。ということで、1着目はトップスです。じゃーん、はい、こちらのビーズのトップスですね。真珠か、玉がいっぱいついたトップス。これはもうパッと見着れるっしょ。首がちっちゃいな。ここがいけるかな、頭が。あ、でも大丈夫だ。あ、いいじゃん、着れるやん。ぴったしでした。ちょっと手首の指圧がすごいけど、しかもフリーサイズでございまして、みんなの嫌いな F。裏着なんだけど、全体的にちょっと薄手な生地だからね、春先はね全然着れそうよ。この玉の感じがまた可愛くて素敵です。生地自体はほんとザ・スウェットみたいな感じだかな。ちょっと首がきついかな、でも全然余裕。 F クリア、それだけでもう今日は取れなくある。じゃあ次いきます。難関ニットワンピース、こちらはなんとサイズは L です。だいたい一番大きくて L なんですよ、グレールさんって。本当に激安 でデザインがねめっちゃ可愛いんだよ、グレールさんって。だからぜひグレールさんプラスサイズを作りましょうっていうのを伝えるための動画です。だいぶ増やしてもらってる方なんだけどね。着れないと思って来たんですけど着れました。ちょ待って、どうしよう。しかも丈感もぴったしだし、今年一番ぴったしのワンピースなんだけど。もちろん下腹の残像はガンガンあるよ。下腹の残像はでも黒なのと、あとケーブル編みっていうのかな、この編み編みだからね、そこまで目立たん。てかスタイルよく見えない、結構。むしろなんか、むしろこのポージングが合ってるか分からないけど、デザインがね、こここんな感じでこういうちょっと編みになってるんだけど、可愛くない？これ明日着てこう。次もちょっと私的難関ワンピースなんです。ちょっと着させてもらいます。すごいセクシー、足すごい出てる。これもしかしてワンピースじゃなかったかも、ごめん。下になんか細身のパンツとか合わせたら絶対可愛いよね。なんかゆるっとしてて部屋着とかでも良さそうだし、スカートに合わせてもまあ可愛いよね。別にタイトスカートとか合わせてもいいし、あ、これでもいいね。マーメイドスカートでも強気になってきた。私最近さ、ペントハウスめっちゃハマってて、ネットフリックスの見てる？みんな、お湯に来たんて、ほっとけ。本当にザ復讐劇なんだけど、普通はなんか大逆転復讐って本当に悪いやつがいてやられて、でもやり返すけどまたやられてっていう、そのさ、手のこのコロ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 、それがこう繰り広げられるのが楽しいじゃん。あのね、結構悪役がね気持ちいいぐらいやってくれるから、なんだけどその頑張ってほしい主役もちゃんとうまいことやるっていう、本当なんかガチの殴り合いみたいな、ブラーッつってあっちもブラーッみたいな、なんかここにメリケンサックブーシューみたいな。続きましてトップス、これも因縁の F です。フリーサイズ。すごいよこの生地。お金持ち のお友達のお家遊びに行った時に、リビングで座ってていいですって言われて、座った時カーペット柔らかいってやった時の感じ、入ります、入るんですけど、ほんと体のラインがあらわにっていう。確かにカーペットに見えてきた。生地は本当に柔らかい、着てて寝っ転がりたいとなるような、ほんと柔らかい生地です。着れましたから OK です。でこちらのブルーのニットです。これは確かね、今田美桜ちゃんか誰かのが
たモデルやってるニットだったんだけど、絶対かわちいと思って買った。サイズは余裕なのは分かってんのよ。なぜならオーバーサイズだから。優勝です。これ買った方がいい。これめっちゃ可愛い。見てこのマーメイドスカートとぴったし。ちょっとたゆんでる感じがあざとくて可愛い。結構丈長めです。お尻お腹全部隠れるぐらい長い。ほら全部伸ばすと結構長い。腕もちょっと長め。でもちょっとこれがたゆむのがあざといんだと思う。これ F だよ。モデルさんって多分私の半分2分の1と考えた時に50何センチとかだと思うの。超ブカブカじゃない？そうやって着るもん。それがさ流行ってんのかな、ブカブカに着るっていうのが。すいません、ちょっとドライヤーの音鳴ってますけど、スキピのドライヤーの音が鳴ってます。コートです。気づいたの、なんかコート欲しいなって。薄いコートが今回全勝なんですけど、買い方上手くなったな私。全然ぴったしじゃん。むしろこれはね L サイズにしてみたんですけど、えぴったしじゃん。大概こういうのって前閉まらなく終わるパターン多いんだけど、閉まる。ここがねこう閉まるタイプなんですよ。これ憧れだったの私。銀河鉄道999のメーテルみたいなさコートが憧れだったの私。なんかごつい強い応援団に一人はさ、こういうボスが出てきて、あお疲れ様です、おお疲れ様感じっぽいね。ちょっと強すぎるわ。もしねコートなかったよって気づいた人、2月に入って買ってみて。最後おまけです。個人的に欲しくて買いました。マフラー。マフラーも F。ほら、私基本冬これこんな感じだから。アウターなしでマフラーとか。私マフラー持ってなくて、ピピの、カレピピのマフラーずっと借りて使ってましたけど、やっぱマフラーって全然違うんだなって気づかされた1年でした。これもすごくあったかいし、めちゃモコモコしてて気持ちいい。ということで、本日の成績発表ですが、全勝でした。特に今日の MVP とするならば、やっぱりこのニットワンピースだね。やはり、今日で確信に変わりました。グレイル、ニットワンピースは入ります。ただ、形が細すぎるのは、ラインがとても飛び出て出てしまうのでおすすめはしませんが、大概は入ります。春先もっとこう薄い服とかも多分サイズがちょっと難しい。今回ちょっと確かに楽してる気もする。入りそうすぎる。やっぱりギリギリを攻めないと持田ちゃんの検証は成り立ちません。皆さんが参考になるような動画をお送りするのが持田ちゃん の夢ですので、なので次はなんかちょっとこれはいけるのかっていう下とかねスカートとかもギリギリを攻めたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。